どうもです、つくもやよ3月14日、今日の六曜は全部、何事も控えめに、午前は今日で、午後は吉、時間は観音へ、鋼鉄を示す陽の金、花が咲いて実を結ぶ状態を示しとる。十二支は犬、陽の土、葉が落ち始める状態を示しとるんよ。ほんでこの十巻と十二支の組み合わせから陰陽五行を読むと、土生金、土の中から金属が生まれるいうことで、創生、物事が順調に進むゆけや。線部は何事も控えめにやけど、陰陽五行は物事が順調に進む。まあまあ、なんや綱引きみたいな感じの系やね。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほな、またねー。